こんばんは。こんばんは。さて。お、お。どうもー。こんばんは。こんばんは。ママさん、お久しぶりです。久しぶりだね。お久しぶりっす。お願い、なんか不思議。いや、ほんとっすよね。え、金髪久しぶりじゃない話すの。はい、え、めっちゃ、え、なんか、あんまり、あれですよね。ちょっと、まあ、コロナ禍といい、なんか、お会いするあれも、なんか、機会もちょっと減ってきて。ね、なかなかね、仕事でね、一緒になることなかったから。はい、あとは、ちょっと、舞台に、前山さんの舞台にもちょっと見に行けなくなっちゃったのもいろいろあって。あー、そっかそっか。ですよね、結構。でもすごい活躍ぶりで。いや、もうそんなもう本当にマジで。全然です。で、多分、あれです。妻は安定の遅刻だと思います。あれ？ちょっと待って。言ってね、俺インスタライブね、そんな慣れてないんだよ。はい、あ、本当ですか？やってるけど、多分ちょっと。あ、珍しく間に合ってます。OK。リクエストを。あ、送った。やっほー。あ、すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。お久しぶりです。お願いします。二人ともまずそのカーテン映ってるんだね。あ、そうなんですよ。はい、すいません。なんか生活感丸出しで。全然。ちょっと見せられる部屋じゃないぐらい汚いんですよ。本当にひどいんで。いつも同じ価格なの？二人とも。そういう。僕ここです。ここなんだもん。はい、結構、やっぱ、こういう感じが多いです。今日はね、指先と連連っていうミュージカルの今稽古してて。はい。そうなんですよ。その連動企画ってことでね、二人に。はい。なんかね、その、この企画を聞いたとき、舞台のことなんか前山さんから教えてあげてくださいみたいなさ。はい。感じだったんだけど、いや、そんななんかちょっとやめてよ、その感じみたいなね。はい、いや、全然そんな、でもなんか、本当に僕たちはまだ入ってそんなに経ってもないし、舞台っていう舞台はあんまり多分経験してないんで、今後のためにもいろいろお聞きしたいです。本当に、僕もなやさんと6月タンブリングの舞台やるんで、あ、そうだよね。いろいろちょっと助言いただけると嬉しいです、今日は。アキラ一緒でしょ、高野。あ、そうですよ、アキラさんも一緒です。ね、同じチームで。アキラが。はい。そっか。今日はあれなんですよ。今日も稽古あったんですけど、稽古行ったら、今日、まゆちゃんとインスタライブすんのっていろんな人に言われました。あ、本当？はい。だからやっぱその、嬉しいな。舞台界隈のすごい関係性もいろいろあるんだなと思って。そうだね。なんか狭いっちゃ狭いかもしんないから。めちゃめちゃ広い。ちょっと待って。わからん。なんか俺だけないんやけど。あ、ごめん。そうなっちゃうよね。二人インスタライブだと勘違いした。申し訳ない。もうふざけんな。ちゃんと言いますから、ここに。危ない。置いてかれるとこだった。危なかったね、今ね。危なかったですよ。前山さんもちゃんと置いていこうとしてたから、危ない感じ。いや。全然そんなもんです。基本、この3人、前髪長めなんだ。てか、確かみんな同じだったじゃないですか。前髪のさ、感じみんな一緒じゃない？みんな一緒っすね、なんか。ね。前山さんに憧れて伸ばしました。嘘つけ。今のは嘘です。今のは嘘です。100% 嘘だろ、今の。やってるわ。今のやってますね。めっちゃ面白いな。ダメですよ。熱っ。暑いよね、マジで。最近。めっちゃ暑いっすよね、最近。今日28度っすよ。28度。いかついじゃん。28。それは暑いわ。やばいっす。え、もう冷房つけてる？あ、めちゃめちゃ強いです。今21度です。21度風速マックスです。僕23っすね。よし、かった。俺何度だろう、25とかかな。あ、次です。安牌ですね。安牌。やっぱ間取っちゃった。何が安牌？なんだ。あれ、2人安牌じゃないんだっけ？そうです。23になる年ですね。あ、23か、2人とも。はい。23です。え、なんか、え、たぶん、初めて会ったの、二人とも、どれぐらいだろう？ 2 年前ぐらいかな。そうですね。僕が21か20ですね、多分。あ、そうだよね。21か。
うん、僕は多分びっくりした、うん、まだ10代の時とかだったと思います、初めて会ったのは。あ、そっか、不思議だな、はい、不思議ですね、本当にね、大人になられて時の流れを感じる。いやですね。うん、前山さん、いつぐらいから金髪なんですか、うん、確かに。今回この作品で、その、指先と年齢っていう作品で銀髪に染めて、完全に今落ちて金髪になってるっていう、あ、感じなんだよね。そうそうそう。そう金髪したい。超したいっす。役で染めたいっす。そう、役で染めたい。あー。やっぱ金髪いいよね。俺ね、これね、本当はもう別にカツラでもいいよみたいな感じだったけど、自分で染めたいって言って染めた。いや、いや、僕も染めます、多分。そう。いや、なんか、ちょっと役のことめちゃくちゃ考えてる風だけど、ただ自分が染めたいってだけだった。そりゃそうですよね。でも、僕もそうなります、多分。え、何回ブリーチしますか？一応、チクっときますね。一応上の方に、それは。いや、やめて。いい感じで終わらせたいからさ。何やね、チクるって。ブリーチ2回やったよ。ブリーチ2回っすか？うん。あ、でもやっぱ2回しないと、あれか。2回しないと。2発にはなんないですよね。そうだね。2回やって色入れてって感じだったから。結構傷んでますか、髪の毛。ちょっと傷んでるかな、やっぱり。どうしよう。そうですよね、なんか、ちょっとだけ傷んでる感が。そう、やっぱりね、傷んでるんだよね。なんか、ちょこちょこね。昔ね、金髪した時はね、ちぎれたんだよね。ちぎれた？ちぎれた？そう、ちぎれて、マジで、あの、ここぐらいになった、前髪。いや、そんなことあるんですか？え、これっすか？それちょっと、マジっすか？絶対持ってますよね、前山さん。いや、マジマジマジ。それで、で、俺ね、もう、上げるしかなくて、めっちゃ短くしたの、他の部分。はいはいはい。でもそれさ、舞台となんか映像の連動企画だったから、その、映像先だったんだけど、映像の時髪長いのに、舞台の時短くなっちゃうっていうね、謎のこと起こった。やば。すごい。やっぱそうなんだな、染めるとね。髪の毛は染める、え、染めたことある金髪。あります、ブリーチとかも何回かあります。あるんだ、やっぱり。僕もピンクしてました。え、ピンクしてたの、そらくん。はい、ピンクしました。マジで？絶対キモいじゃん。お前、ツナ知ってるだろ、お前。見たことあるだろ、お前。え、ないよ。写真あるでしょ、見せたこと。意外と似合ってたやつだ。意外と。そうや。そうなんですよ。ちょっと後でじゃあピンクの画像は個人的に LINE で送って。あ、わかりました。これに送ります。じゃあ、いっぱい送っておきます。10枚ぐらい。あ、10枚ぐらい送ってくれる？あ、10枚ぐらい送ってくれる。あ、本当に真に受けちゃいますけど大丈夫ですか？うん。22歳結構。そして、ツイッターにあげるわ、じゃあ。きついなぁ、ツイッター。先輩に聞いてみたら。え、でも、津田君さ、青にしてたよね。あれ、青。あ、俺っすか？あれ、ウィッグだったのか？あれ、ウィッグです、僕。あ、ウィッグか。あれ、地毛で1年間やってたら今頃、こんなんなかったっすね、髪の毛って。ね、多分もうこんなになってたよね。そうですね、こんなになってたよね。こんなってたよね。え、ツナここどうしたの？あ、これは生まれつきですね、赤いの。あ、そうね。あ、怪我じゃないんだ。そうなんですよ。ヘアメイクさんに毎回言われます。生まれつきなんだ。はい。あの、今日はあの、ブロマイドの、あ、ちょっとやめこ。あ、いやいや。いや、なんもないわ、これ。え、どうしたのどうしたの？いや、今日撮影で同じだったんですよ、空と。ああ、そうだったんだ。そうで、その時にヘアメイクさんが2人いて、うん、で、一緒に、互いでヘアセットしてもらってて、うん、その時も今日僕ここいじられたんですよ。やけどしたの。こんなとこにあるじゃん、みたいなね。そうそうそう、まあ、いじられてはないけど、毎回ガチで心配されるっていう。そうですよね。そうだよ、俺も怪我してんのかと思った。本当ですか？違うんですよね。うん、でもね、メイクで隠れるそれぐらいなら。全然隠れます。何の支障もないです。ね、全然支障ないよね。なんかいいね、でもそのあざをさ、この見せれるっていうの。インスタライブとかでさ。いや、全然良くないですよ、それに関しては。あ、良くはないの？全然良くないですね。全然嫌だ、これ。え、僕も見せれますよ、全然。この辺に。え、あれ？生まれつきのこの後。あ、あざ？しっかり上腕二頭筋やってる。上腕二頭筋を一回見せつけてるっていう。一回筋肉見せんのやめてよ。そうなんですね。ここがちょっと。前山さん。本当だ、あざ。本当だ、あざある。あざ。エロ。エロ、今の。
エロ。うわ、エロ。いいなぁ。やっぱ、年齢重ねるとそんな色気出るんすね。違いますね。でも、ご指導願い。30歳だから俺、マジで。いや、見えなすぎる。見えない。本当に見えない。日本の、嬉しい、ありがとう。日本の30歳の若く見えるランキング1位です、多分。うん、間違いない。え、マジで？いや、本当に。1位取れたか。いや、本当に1位だと思う。これは、冗談抜きで、本当に。嬉しい。ありがとうね。なんかすげえ用意されてるわ。いや、全然してないですよ。これ先輩だから言ってるとかじゃなくて。本当？冗談だけで2個上ぐらいじゃない？感覚。見た目で言ったら。だから、なんか。なんかそれ言ってくれるよね、いつもさ、会うたび。なんか多分、ちょっと失礼だったら申し訳ないんですけど、うん。本当に前山さんと話してると、なんかあんまり、うん、その本当に30歳の人と話してる感覚じゃないです。うん、わかる。それめっちゃ嬉しいな。すごい、あの、ね。なんかいや、すごい。話しやすいですから、申し訳ないですけど。よかった、ね。もう30歳の目標がさ、若作りだから。いや、もしや、パーフェクトです。いやいや、パーフェクトです。とりあえず、クリアできてるか。余裕っすね。よかった。いや、多分、僕30歳なら多分もうこの辺やばいっすよ、髭とか。あ、やばいだろうね。多分40ぐらいに見えてもおかしくない。前山さん、髭とか生えるんですか？生えるよ。全然あると思うけど。生えるなんでそんな白くてそんな、なんか肌綺麗なんですか？いや、本当に。いやいや、全然、二人も綺麗だよ。いや、もう穴ぼこですよ、もう。穴いっぱい。穴ぼこだって。それは穴ぼこって面白い。ほんと、クレーターみたいになってますし。ヒゲの部分が。あ、色つきが。ここら辺ボコボコになる。ボコボコです、もう。スキン表面。面白いな。本題に入んないと。あ、ごめんなさい。本題、全く本題話してないから。はい、本題話しましょう。ただ盛り上がっただけ。舞台？舞台の何喋る？あ、でもそう、どうなの？そのタンブリング初舞台？三つ目ですかね。あ、三つ目か。三つ目なんですけど、一つ目は朗読劇で、二つ目が、なんか、配信、エグジョっていう配信のやつで、で、今回三つ目なんですけど、うんうん、でここまでちゃんと、なんだろう、がっつりメインで動いて、セリフもわーってあってっていうのは初めてです。なるほどね。そうか、じゃあ本格舞台初デビュー的な感じっていうことなのかな。そうです、そうです、そうです、そうです。感覚的には。もう、しんどくて、しんどくて。で、タンブリンがしんどいよ。だって、アクロバットでしょ。はい、もう体バキバキで、本当に。やばいですね。じゃあ、バク転してるってこと？そうです、バク転やっとできるようになって。おぉ、すげえ。って感じですね。で、なんか一個、シンプルなマジのやつ聞くと、うん、僕、喉が弱くて。ああ。で、映像の芝居と舞台の芝居の区別が僕、あんまできてなくて、まだ。うん。舞台の声の出し方みたいなのは聞きたいです。ああ。ね。すぐ潰れちゃう、喉が。結構、うん。お腹から、やっぱり。はい、はい。はい、出さないと、うんうん、その、喉から言ったら、うんうん、喉閉まっちゃうと、やっぱ喉枯れちゃうから、うんうん、もっと、お腹使わないと、ダメだと思う。うん、前山さんに一旦殺されたほうがいい。一旦、一旦、うん。間違いない。前山さんに俺聞いてるから今。今ちゃんとギャグの構成になってたよね。本当に。すいません。本当にすいません、うちの空君の方が先に語るっていう。いや、おもろい。申し訳ないです。喉でしょ？喉ってか、その、はい、舞台の発声ってことでしょ？そうです、そうです、そうです、そうです。でも、なんか、これ別に映像と変わんなくて、あんまり感覚ね。うん、はい。これを突き詰めたら多分映像とか、その舞台の芝居も一緒だと思ってて。はい。その、映像はそのカメラが近くにいるからカメラまでの距離でいいんだけど。うんうん。例えば舞台って、じゃあ本当に今タンブリングとかが大きいから、はい、あの後ろまで届けないといけないからその大きい声出さないといけないんだけど、その人との距離感なんだよね。単純に舞台だと単純に広いからちょっと大きい声で喋んなきゃいけないけど、別に映像だと声近いじゃん、この面と向かって喋るから。でも舞台でもその距離だったら別に無理して大きい声出す必要ないから、うん、っていうね、そのね、俺距離感でなんか喋るようにしてる基本的に。うん、別に舞台で多分そのタンブリングとかだとこうマイクがあるでしょ。ああ、そっか、あったらそっか。本番はマイクつくはずだから。はい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 。だったら逆にね、頑張らない方がいい。ほう。勉強なるほど。このマイクにさえ乗ればいいから、声が。
はい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 。逆になんか頑張りすぎたら、なんでこんな頑張って喋ってんのみたいになっちゃうから。そう、そのね、リアルの距離感でやるだけでね、いいっていう、俺の考えだけど。いや、もう大先輩の意見、取り入れます。ありがとうございます。そんなにじゃあ、あれですね。そんなに大きく出して、みんなに届けようみたいな意識じゃなくて、こっちはもう芝居で芝居で、この人との会話みたいな感じで。そうそうそう、その距離感だったら別にその距離で喋った方が、俺はいいと思ってる。なるほど。うん、ありがとうございます。そうそうそう。明日からそうします。全然一緒なんだよね、だけど、ウケるな、真面目な話すんの、なんかインスタライブで。恥ずかしいですね。なんか新しくないですか新しいね。なんかでもだって見てる人はこういうのないじゃないですか、多分この役者事情っていうか新しくて面白い。確かに分かんない部分だからね。うん、はい、うん、ありがとうございます。いや全然全然全然。で、そらくん、はい、前じゃねえ。あ、ごめん、お腹からね。そらくんは舞台やってないんだもんね。そうなんですよね、まだ映像ってことだもんね。はい、映像ばっかりで、うん、やってみたいんですけど、またそのやるときのその参考にしてもらえたら、あ、いや、もう、うん、ありがとうございます。なんかいいなと思って、はい、いや、ね、勉強になります。なんかでもこれから絶対やってみたいなと思うんで、うん、ああ、ちょっとちゃんとメモして、ちょっとメモして、あ、そこにね、書いてみます。はい、お願いします。ありがとうございます。一生手洗わないでね。はい、わかりました。じゃあ、大丈夫です。ちょっとやばい、すいません。もうコメントもツナ君の髪型とかめっちゃ言われてんね。ごめんなさい、なんか本当めんどくせえんですよこいつ。え、そうなの？そうなんですよ。なんかちょっといつもと変えて来てこうやってコメントを狙うんですよ。狙ってねえよ。こういうことをやってんの？狙ってねえよ。あのわざわざその妹の部屋使ってちょっと一癖入れて、なんか女の子の柄だねとか。やってくるんですよ。なるほどね。狙ってやってたんだ。全然狙ってない。で、おでこもあえてそう出して、やっぱりそこの、このあざトークに持っていくために、計算してたってことね。いや、違いますね。でも、前山さんに反撃したいけど、しづらいな。してよ。まあ、今日は言い訳させてください。言い訳っていうか、うん、ちゃんと今日稽古あって、稽古からさっき帰ってきたんですよ。うんうんうん、でもお風呂もう汗だくだくだったんでお風呂も入って、うん、お風呂上がったのが9時50分だったんですね。ああ、はい、ギリギリだね。だからこんな感じです。なるほど。その後やるときだったらもうセットして5分10分遅刻するのは普通に当たり前のようにするんですけど、あ、そうだったんだ。今日はちょっと遅刻できなくてこのまま来ちゃいました。なるほどね。じゃあ本当に急いだ結果これだったってことだから、はい、そうです。本当に今だから、あの、うん、悪いの空です今、はい、いや違います、あの普段からやっぱそのちゃんと、はい、あの気持ちで来るべきじゃないですか、時間に間に合わせるつもりで、うん、まあまあまあね、うん、でもこの彼はあの僕の時はあの間に合ったことはないです。あ、オンタイムに来たことはないないですね。あのご飯行くにしてもあの何にしても大体あの遅れてきます。あら、あ、でもそれはでも俺が空のことを舐めてるからかもしれない。で、あとあのもう一個なんですけど、あの、あ、もう一個あんの、うん、はい、同じ現場の時とかにもやっぱり、うん、あの同じ入り時間だったらそれで、あ、じゃあここちょっとあの駅何時集合して一緒行こうよっていう話になるんですよね。大体うんこ言ってます。まあ、なんかそれに関してはなんかもうごめん、うん、まあ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 、そこはね、ツナ君じゃなくてクソ君ってことってことで、いや、前山さん、あの、クソ君はやめましょうか。クソ君はちょっとあんま良くないかもしれないですけど、いくら先輩でもそれはちょっと僕怒っちゃうかもしれないです。そう。クソ君は怒っちゃうかもしれないです。じゃなかった、ごめん、ごめん。ごめんなさい。すごいな、クソ君は初めて言われたな、俺。名前で結構いじられるけど、クソ君は初めてでした。うん、かと思った。ごめん、ごめん。間違えちゃった。いや、全然いいですよ。全然いいです。マジで悪いんですよね、本当に、こいつは。怖いわ。いや、なんか2人と話すのでも嬉しいな。なんか、いや俺も嬉しい。めっちゃ嬉しい。で、こう言ったら、これめっちゃ語弊あるけど、お気に入りって言ったらあれだけど、やっぱなんか来てくれたら嬉しい後輩ってやっぱいるよねみたいな。
ありがとうございます。でも本当にさ、俺やってたその12月舞台とかもさ、来てくれたりとか、なんかあと舞台なんか一緒に見に行ったりとか、だったりとかさ、はい、コロナ前とかご飯会であったりとか、はい、なんかやっぱ二人と話してたらすごく楽しいから、そう、なんかね、今すごい本当に二人が活躍してるの、なんか自分のことみたいに嬉しいし、いや、すごく。最新の一撃与えちゃった？めっちゃ嬉しいです、はい、ありがとうございます。いやもうなんかジュニアのもその前山さんにはもうちょっとあの本当にこんな綺麗な方いるんだっていうぐらいちょっとこれだありがとう本当に見に来てくれて可愛かった。胸が痛いです。ありがとうございます。ありがとう光栄ですね。もう心がねキュンってなっちゃってね。ごめんごめん。いい時間ですね。はい、うん、まだ恋愛リアリティショーが続いてるのかと思いました。わかりました。ごめんごめん。ちょっと三角関係ができちゃうかも、ここで。ごめんね。もういい。もう争わんでいいってなと。そう、すいません。一句だけあって、ちょっとはい。面白いな。でもなんか、二人も大人だったで、なんか。あ、本当ですか？うん、なんか話してたよ。本当にすいません、ふざけてるだけで、うん。いや、本当に。今日特に空結構ふざけすぎてるわ。あ、そうなの。今日ちょっとふざけ、結構俺今日は完全にふざけゼロで真面目モード100でいこうとしたんですけど、空のせいでちょっとだけ今ずれてきてます。すいません。なるほどね。そうそう、ちょっと久々にちょっと、はい、今日は陣内さんにもお会いして、ちょっともう、あ、今日そうだよね、なんかツイッター見たらお会いしたって。はい、もう渡辺パーティーでちょっともう気分上々です。すいません、申し訳ない渡辺パーティー、渡辺パーティーね。いや、 やっぱりその同じ事務所の方ってなんか自分の中で何があっても味方でいてくれる人なんですよ、うん、ああなるほど。だから、うん、結局こうやってアドバイスくれるのもやっぱり本当に他事務所で仕事取り合うあれだったらちょっとは、うん、あのなんか抑えたり言わなかったりするじゃないですか、うん、なるほどね、まあ、人間だし。だから、うん、なんか本当そういう意味でもやっぱりなんか嬉しいっす。いや嬉しいよね、事務所のこう仲間がいるっていうのはさ、はい、いや嬉しいっす、本当に本当に嬉しいっす。なんかね、本当に後輩あんま増えなかったから俺って、そんなに、あ、そう、昔ってうちの事務所ってすっごいなんか若手の俳優いっぱい集めて、はいはいはい、っていう状態だったんだけど、俺の後ぐらいからなんかあんまりちょこちょこしかいなくて。あ、そうなんすね。そうだから2人がいてくれる。 D ボーイズとかですか？そう、 D ボーイズだったから、はいはいはい、そう、D2 っていうグループで俺は始めたんだけど、はい、そう、みんななんか、俺の後からは全然なんか、あんま増えないなみたいな感じで、うん、まあ、あとは普通にね、いなくなったとかもあるけど、まあ、周りが、そう、やっぱり、やっぱりね、そう、そうですね、いろいろあるね、ね、事務所だから。難しい世界があるんで。いろいろね、あるからね、もちろん、もちろん、はい、いろいろありますからね、いろいろ、いや、まあ、人生っていろいろあるじゃんみたいな話なんで、はい、いろいろあります。人生と同じです、事務所も。人生と同じだから、ちょっと気づいたけど、やっぱ事務所の人見てるから、あんまり何も言えないなみたいな。そうですね、はい、やめときましょう、あんまり。もちろん、まあね、あ、皆さん、いい事務所ですから、はい、めちゃめちゃいい事務所です。はい、いい事務所だけど。あの、この3人の絡みを見ていただいたら、多分分かると思うんですけど。はい、分かると思うんですけど。本当に、うちの事務所、本当に優しい人しかいないです。本当に。ちょっとセリフっぽかったです。やめろ。それさ、ちょっとね。絶対言っちゃダメ、それは。言っちゃダメみたいな話。本当にちょっとやばいやばい。これ脱線してるから。え、これ何時までですか、今日これ。どうしようか。俺ね、決めてなかったの。でも1時間だよね、マックスが。だってね。マックス1っすね。それが。あ、1時間半になったの。いや、もう何時間でもいきます。あ、もう何時間でも行ける。全然、前山さんが朝までっていうなら朝まで行きますし。全然行きます。じゃあ、朝の5時で。はい。いやー、はい、お願いします。全然、はい、はい。全然やです。全然やです。何からしりとりからするじゃあ。いや、やんないっすね、そういうのは。あ、やんないか、OK、ごめん。ちょっと無駄な時間はカットして、ちょっと巻きで行きましょう。巻きで行きますか。巻きで。はい。追い出しましょう、こいつ。あれ？まあ、あと、そうです。何喋ろっか。何喋りますか。これあれか、あの質問とか答えようか。どうせ3人でなかなかね。質問拾いましょう。質問コーナーしましょうか。おおお、空くんから質問。あ、空から。お、
ちょっと、僕と綱はちょっと、恋愛リアリティショーっていう、ちょっと、狼シリーズっていうのに出て、うん、それってやっぱ僕も、綱のその恋する顔を知ってるし、うん、綱も、その、僕の恋する顔を多分知ってるんですよ。うん、で、やっぱり今回の、その、前山さんの舞台って、恋愛チックなやつじゃないですか。恋愛ストーリーっていうか。うん、だから、そういう前山さんが恋したらどういう顔になるのかなっていうのはちょっと知りたいかなって。あー、気になるね、それは。どうなっちゃうのかなっていうのはちょっと気になります。やばい無茶ぶりだね。すっごいね今の。お前先輩やることじゃないよそれは。違う違う、ちょっと質問しようと思ってたことと終着地点が違ってこうなっちゃいました。これ、うん、じゃあとりあえず、はい、つな君にじゃあ好きだよって俺ちょっと女どっちの気持ちになればいい？俺女男やっぱ男。ああ、どっちでも全然。どういう感じ、どっちにしましょうか。じゃあ僕男で前山さんじゃん。もう男で。あ、どっちも男ね。もうシンプルにもこの綱と前山さんの関係で、もう。で、僕が本当に好きになっちゃったっていう。じゃあなんか、好きだよって言って俺に。好きですって言います。好きだよって。あ、好きですって言いますね。いいですか？前山さん。好きです。ありがとう。俺も好き。いや、みんな、惚れちゃうんで、ちょっと。いやいや、なわけないでしょ。何もしてない。いやー、ちょっときついな、今のは。やばいっすね。画面録画しとけばよかった。なんか、あー。いやー、いいな。これが恋愛リアリティショーか。そうっすね。これをやってました。本気ですよ。いや楽しかったよね。楽しかったよ、すごく。めっちゃ楽しかったです。楽しかった。前山さんも見てみたいな。恋愛リアリティショー、俺の。はい、前山さんの恋愛リアリティショー見たい。確かに。でも俺、本当に今回、その、ミュージカルで恋愛ものやってるんだけど。はい。はい、意外と自分あんましてこなかったなと思って、まあ、もちろん軽く映像とかで軽くやったりはあったけど、はい、その女の子と芝居するって全然なくて、あんまり経験で、うん、女の子と出演するみたいな、そうが結構少なかったんですか。いや、 もちろんあるけど、なんかがっつり恋愛するみたいなんて初めてぐらいな勢いで。意外めっちゃやってそうだけど。やっぱり、その、僕、もう女の子と芝居するとめっちゃ緊張するんですけど、どうですか？前山さんは緊張されますか？ね、なんかね、俺やっぱその、ジュニアってやつと、お姫様までそのシェイクスピアやってて、女役だったから、はい、自分が。はい、見てました。今とかも相手の女の子に対して、これ女の子だったらこう、対応しないみたいなこと言っちゃうん、逆に俺が。おー。女の子に対して。俺女だったらこう動くけどな、とか。面白。もっと、そのなんかやっぱ女の子だから、逆に女の子って女の子のことって考えないじゃん。で、俺らが男だから男って何かってそんな考えないと一緒で。そうそうそう。だから、そのお芝居で女の子の気持ちになるとき、より自分の方が、わかる部分もあるから、これってこうするんじゃないとか、女の子にちょっと偉そうで言っちゃったりはする俺。面白い。それ、ありがたくないですか？なんか。いや、めっちゃありがたいよ。だって、その、男性目線の、あれ、うん、結局、やっぱ男性が嬉しいと思うことって、結局男性側の意見じゃないですか。うん。だから、それは女性にはわからないこともあるし。うん。そう、だから結構ね、まあだから、結構その、自分がその女役やった時にその男役の人が言ってたのは、女性役っていうのが存在する限りは、男はそのより男らしくなきゃいけないっていうのも言われてたから、自分が今回女の子と芝居するとき、できるだけ男っぽく、こうリードしてあげるとかも意識してる。そのなんかバランスなんだよね。とかも意識しててやってて。そう、なんか。
そう、経験がちょっとなんか役立ってるけど、多分2人とかがね、女性とそういうお芝居するときって多分自分普段よりも男っていうことを意識したらすごい簡単だったりするのかなみたいな。お芝居リードしてあげるみたいな。あ、そう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 、マジでいい助言いただいた、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう、ちょっと控えてる。バランスだからね。バランスっすよね。そうそうそう、バランスなんだよね結局、はい、お芝居って、うん、あんま似てる人がいない方がやっぱり面白いから。つな、うん、君起きてるってめっちゃ来てるけど、コメント。いや、つな君、いや、めちゃめちゃ起きてるやん、どこ見てるのみんな。パチパチよ、目、大丈夫かな。眠いのってめっちゃ来てたけど。全然眠くないです。んだもん、先輩とインスタイルしてるとき、眠いなんて感じは一切ありません。確かに、確かに今日僕もあのツナのまばたき長いなと思ったけど、多分ああ、やっぱそう、一回一回はね、しっかり閉じる系男子ね。はい、うん、ちゃんと閉じさせていただく系男子ですね、僕は。閉じさせていただく系男子ね。ちょ、僕、あの、コメント流れてこなくなっちゃったんですよ。止まっちゃった。一瞬だけでいいですか？うん。3秒で戻ってきます。まだ、リクエスト送るんでお願いします。オッケー。あ、すごい、こうやって一回出るっていう高等技術。あ、そうそう、なんか、ね、トゲがあるんですよね。そのコメントが上がってこなくなったり。あ、そういうことなんだ。そうそう、流れなくなったり、なんか、で電波悪くなって映像止まったりしだしたら、出たり。結構してました。勉強なる。なんかしましょう、あのその狼シリーズ通して結構いろんな、うん、その人とコラボ インスタライブみたいなこと結構してたんで、結構して俺だってさ、インスタつけるたびにさ、ソラ君がツナ君どっちかやってたよ。いや、そうなんですよ。もういつもあのそのストーリーのとこ見たらさ、あれなんかついてんだけど。ライブってえ、そうそう、なんかもう最初はやっぱりそのちょっとまあちょっと不安な気持ちもありつつやってみたんですけど、うん、もうただその本当に仲良すぎて、ただ遊んでるだけなんですよね、インスタライブで。最高じゃん。でもそれが一番みんな見たいんじゃないの？だってでそれで結構そうやってまたやってまたやってって言ってくれる方も多くて、だから本当にただ僕たちもその一人だと寂しいし、そうやってなんか、うん、あのそうですね、もう一人の時に誰かやろうよってやったりしてました。すごいな。え、じゃあそのゲリラ的にやるときもあったってこと？じゃあ、ありました、ありました。はい、だから、それで、なんていうの、だから、結局、誰々と誰々がやってるってなったら、うん、じゃあ俺らもやろうよ、みたいな感じで、どんどんなんか増えてって、みたいな。なるほどね。はい、超楽しかったです。いや、面白いなぁ。いや、でもなんか、撮影っていうかもう全部終わったの、はい、それ自体は。あ、終わりました。なるほどね。放送も先週、先週で全部終わって。あ、なるほどね。はい。すごい。じゃあ、こっからさらにね、いろんな作品、二人とも、こう出てくるとこだもんね。はい、まいさん。お待たせしました。ドッキリするのかなみたいなコメントに来てたけど。そんな、抵抗するわけないですよね。俺見てるんだから。まあ、また次回それはちゃんと前に行きましょう。次回ね、それは一緒に。そういうことね。今葵来てたよ。僕たちの狼やってた時の女の子が今、うん、いえいえ出ました。そうなんですよ。最初僕と妻で2人で第一印象誰がいいっつって、はい、葵ちゃんってかぶって取り合ってたっていう、はい、おーすごい。事務所内の前でして超最高、最強の大三角形で戦ってました。そう、小競り合いしてました。事務所同士女の子取り合ってた。はい、取り合ってた。葵ちゃんが見に来てくれたっていう。はい、そうです。だからちょっと緊張しちゃいます。あ、やっぱそれ緊張しちゃうんだ。ちょっとまだ。やばいやばい。あざできちゃうかもね、胸に。はい、もう多分、ま、気をつけて。そうそう。はい、気をつけます。スナ君がだってもうネルディのジャージをもう上げちゃったもん、さっき。ここ赤いって言われて。あ、なんでめっちゃば、あと、名前さん、これ、ノルディです。ネルディじゃない。ネルディじゃないの？ノルディなの？はい。めっちゃ視野広いっすね。俺がこうやってあげたのも気づくんすね、前山さん。そう、見てたから。恥ずかしい、なんか、バレると恥ずかしい。一個勉強になったノルディだってことは。すいません。覚えてください。そのジャージ持ってるわ。本当っすか？持ってる。なんか嬉しい、前山さんと。色違いだけど。え、でも前山さん、ちょっとあんまり気をつけてください。あの、気をつけてほしいのが、はい、常に自分の持ってる服を
ここの服を持ってるっていうのを言っちゃったら、うん、どんどんパクってくるんで気をつけて。こいつさ、そうなの？いや悪いんすよ本当に。マジ気をつけてください。マヤさんも言っていいですか？じゃあ俺もう言っちゃっていいじゃん俺。あの僕が、うん、グッチの指輪をつけてたんですよ。のあるグッチの指輪をつけてて、で空にまああって、えそれ可愛いって言われて。うん、次会った時に全く同じやつ買ってました。全く一緒のやつで、僕がリップクリームでニベアのチェリーレッドって使ってるんですけど、うん、そしたら何日か経った後に見たら全く同じやつ使ってました。どっちが大パクリ野郎っすかっていう話ですよ。井上パクってことです。井上パクで合ってるかな。パク君ってこと？井上パクさん。パクさんってこと？ちょっと名前がどんどん変わっていく。井上パク。パクさんね。パクさん。先輩に言われたらつったらもう解明しなきゃダメよ。先輩に言われたら。ちょっと当て字考えます。すいません。いやパクさんとだってクソ君とやってるからさ。やばい。パクとクソ君だけはちょっと厳しいな。これはやばさなくなるな。うん、ツイッターでパクとクソって上がったらちゃんと前山さん収集してください、ね。本当、もう本当です。トレンドなるまでつぶやくわ。来てますよ。もうハッシュタグで井上パク来てますもん。井上パク。本当やめていただきたい。やばいですよ。可愛いからいいよ。俺は僕は可愛いからいいですね。可愛くないよ。え？俺またコメント止まりました。マジで？一瞬だけでいいですか？え全然、じゃあドッキリ待ってんねん。いや、違うんすよね、それは。言っちゃダメなんですよ。まあ、一瞬抜けないで、また戻ってきます。じゃあまたね、クソくん。とか言いましたね。また、井上パクってめちゃくちゃ来てる。え、そうなんですよ。これ、前、そうそう、狼のあれでいろいろやってたりしてたら、もう、そのすごいんですよ、うん。メンションを皆さんがしてくださるんですけど、あ、そうなんだ。いろいろ、そうなんですよ。来るんですよ、いっぱい。うん、やめてね、やめてねって言うと、さらに来ちゃうんで、ちょっと言わない。クソくんって聞こえましたよって、つなぐ。あ、言ってます？何も言ってないですけどね。パクソ。パクソ。みんな面白いな、コメント。パクソ。そうですよ、みんなあれしてくれるんで。お待たせしました。待ってたよ、クソくん。いや、僕が出るギリギリでクソくんっていうのやめてもらっていいですか？本当に。すごいタイミングすごかったですよ、本当に。本当にコメント見えたら見えたで、えぐいやん。パククソしかないじゃん。パク、もうやばいから、パククソがずっと流れてるから。本当、前山さんのせいですよ、これ。ちょっと。ごめんなさい。俺はやばいわ。パク全然、じゃあ俺のあだ名つけてもらっても。いや、これはちょっと、ちょっと難しいですね。さすがにここまで言われたから結構、ちょっと、辛い。ちょっと攻めちゃおうかな。攻めようかな。攻められんの怖いな。ちょっとどうしようかな。結構悪口言っちゃうかもしれないですけど、ちょっと。いや、マジで。喧嘩勃発しちゃうかもしれないかな。はい、いや、もう全然、本当に。フルパンです。もう画面越しで殴るから、もう。そしたら。はい、じゃあ。結構どう？なんだろうな。前山、めっちゃ尊敬してて、めっちゃいい先輩さん。です、俺は。ごちそうさまでした。いや、全然、これは僕の本音なんで、はい。ごちそうさま、ありがとう。本当、尊敬してます。これからも僕の本音。本当、ありがとう、クソ君。やっぱやめようかな。うん、おかしいな。もうこれやばいな、多分。いや、俺も面白いよ。今日結局なんか舞台のこと喋ろうみたいな企画だったけど、結果的に多分ね、パクとクソだけになると思う。いや、これは。まずいですよ、これで終わっちゃったよ。これで終わっちゃったらまずいですよ。結局それで終わるっていう。なんか後で変えとかないと、パククソライブっていうのに。うん、いや、やめてください。名前。やめてください。絶対やめてください。はい。やめてください。
パクソって、マジでもみんなのさ、コメントセンスがさ。本当っすよね。すごい。うん。最悪ですよ、もう。ツナの5万円ってもう、どういうこと？どういうこと？パクソ。パクソってでもいいね、なんか。二人、ユニット名そうしたら、パクソに。いや、あの、すいません。絶対ないっすね、それだけは。あ、ないか。はい、仕事ゼロになる。来ない。仕事がちょっと来なさそうだなっていう。ああ、そっかそっか。じゃあちょっと、また考えます。面白いあだ名は、じゃあ。それはちょっとお願いします。うん、また。LINE でよかったら送ってください。LINE で。お願いします、ぜひ。いやいやいや、もうコメントがいただけない。結局さ、もう何喋ったりか分かんなくなるっていうで。うん。なんか舞台のなんか、あらすじとか、ああ、話していいか。確かにね、ちょっと話しとかないとね。ちょっと一応これ PR 企画なんだよね。はい。まあ、そうですね。ぜひ。そう。指先と連連って、ご少女漫画原作で、そのミュージカル版なんだけど、はい、主人公が聴覚障害を持った女の子で、要するに耳が聞こえない。はい。っていう設定で、俺はその、子が恋する相手の男の逸臣っていう役演じるんだけど、はい、まあこれ、何がすごいかって、要するに耳聞こえないってことは喋らないってことなの。だけどその子がミュージカルで心の声を歌うっていうのが一番の見どころで。そう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 。そうだから俺とかもそのまあミュージカル何がいいって、その普通に映像でさ、撮るとしたらさ、表情とかさ、しかわからないわけじゃん。はい。はい、表情とかで表現するしかないんだけど、ミュージカルっておかげで、その、お互い、その気持ちを歌で乗せて表現できるっていうのが一番の魅力で。だからね、今回のこの作品は結構、こうまあ、挑戦的っちゃ挑戦的なんだよね。ある意味。その聴覚障害の女の子を扱ってるってこともそうだけど、何よりもこう、そんな障害関係ないよっていうのが一番のメッセージ性で。なんか僕の、俺が演じるその役も、彼女がその聴覚障害があるからどうとか、そういう関係なしで、一人の女性として愛してるっていうのが一番のこう見どころで。だからこう見に来てくれる人は、なんだろうな、自分が、なんだろうな、悩みとかいろいろあると思うけど、そういうもの関係なくて、みんな、一緒で平等なんだよっていうなんかメッセージ性っていうのをなんか感じてもらえたらすごく嬉しいかな。やっぱこのコロナ禍の舞台ってすごく大変だけど、その中でこう見に来てもらえたらすごく元気がもらえるし、すごいハートフルな作品だから癒されるんじゃないかなって思います。あれ、ツナ君眠いですか？大丈夫ですか？違う、あのいや僕もコメント見えてますで、うん、すごいツナ君話してる最中のさ下が全部さツナ君起きて寝てるじゃあ悪いなあ、バチバチに起きてるんですよ。全然眠くないし、やめてください。本当にバチ君、バチ君ってこと？違います、やめてください。本当に違います。何でもあだ名にしないでください。了解了解。バチ系とね、オッケー、やめてください。もう次回説教ですね。話しましょう。舞台の話しましょう。そうそうそう。まあでもこういうあらすじなんでぜひ見てくださいっていう、もうあの、言いたいこと言ったんで今。はい。いやでも、すごい分かりやすかったです。そうなんです、そうなんです。なんかその、前山さんのワードセンスがいいからさ、ハートフルとか、すごい伝わってくる。ハートフルとか俺、人生で使ったことないもんって。一回もない。俺今初めて言ったもん、復唱したけど。使います。ちょっと盗ませていただきます。すいません。ありがとう。ぜひ使って。いや、使いますよ、ハートフル。あの、ハートフルまさか褒められるとは思わなかったわ。ありがとう。いや、ハートフルだけじゃないんですよね。なんか、すごい伝わるなっていうあらすじとか、あらすじとかもなんか説明するのも俺もすごい苦手なんで。難しいよね。あらすじ言うのって。なんか、あらすじって、あの、出てる本人はやっぱり内容を全部最初から最後まで知ってるわけじゃないですか。はいはい。僕、いつもどこ話せばいいか分かんないですよね。どこまで話してよくて。ああ、なるほどね。じゃあ分かる。で、結局、内容の薄いあらすじと、あの、宣伝になっちゃって終わるみたいなのが結構あります。これ難しいよね。いや、むずいっすね。簡単そうでむずいあらすじって。難しいですよね。なん
まあ、そのネタバレをね、防がないといけないからっていうのあるけど、はい。なんだろうな、なんか、なんとなく、究極ウィキペディア見るよね。ああ。究極、マジで究極。究極ウィキペディア。究極です。究極すぎますよ、それは。結局、サイトとかで、なんか、まず何言ってるかみたいな。その、じゃあ、この作品、で、まあ、原作があるか分かんないけどさ。うんうんうん。もう、いろんなサイトのこういうこと言ってるから、あ、だいたいこういう作品なんで、それ上辺は分かるから、それで。それを自分で、原作があれば情報、そうそう、うん。まず文字入れて、自分で。で、はい、それ、なんか、喋りやすいように解釈するみたいなのやるけどね。そう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 。ウィキペディア先生にちょっと頼ってみます、今度から。そう、ウィキペディアって言葉がいいか分かんないんだけどさ。ウィキペディア。そうっす、やっぱウィキヤマになっちゃうからさ。またっすか。あ、また。名前にするじゃないですか。いいっすね、ちょっと悩みさん。ウィキヤマさんなの。ウィキちゃんになっちゃうからさ。ウィキヤマさん。ウィキヤマさん。ありがとうございます。あ、どうも、ウィキヤマです。ウィキヤマさん、頑張ってください、舞台。ああ、ありがとうございます。はい、ちょっと、名前間違えてますよって、ちゃんと制作側に伝えておきますんで。うん、そうね。はいあ、はい、ウィキヤマだよって。ウィキヤマだよっていうことで、あとで多分伝えてきます。多分、ウィキペディア上でも変わってるはずだから、きっと。はい。あとで。ウィキヤマになってると思うから、きっとウィキペディア。それ、本当に、本当に変えてくれる人いそうだよ。いや、やめ、変えちゃダメだよ、みんな。みんな絶対、井上ソラーのこと井上パクって変えちゃダメだからね、ウィキペディア。ダメです。絶対ダメだよ、みんな。なくん、ウソくんって書いちゃダメだからね、みんな。それは本当にダメだよ。絶対ダメだからね。うん、絶対ダメだから。絶対ダメだよ。うん。人間的に俺はもう、本当によくわかんない、それは。ダメだからね。あとで確認してみよう、全部。全員の名前。あとでね、みんな3人で、LINE で変わってました、みたいな。これ変わってたよ。それやばい。これ変わってたすごいよね。超これ変わってたらビビる。実行力がすごいですね、それ。あだ名の欄みたいなところにね、ウィキペディアとかの。そしたら、前山さんにもぶち切れますね。前山さんしばらく寝込むわ、そしたら俺ちょっとショックで。変なこと言っちゃったって。でもそろそろもう本当1時間とかになっちゃうから、なんか最後に締めのコメント的な。一人ずつ、今日見てくれた人に。って感じで、大丈夫ですか？クソさん。なんか、あれじゃん、チケットの買い方とかもし。ああ、なるほどね。確かに。僕、わかんないです。自分で。俺も正直、あんまわかんない。事務所にいつも頼んじゃうんで。ああ、チケットの買い方ね。サイトがあるからさ、いろいろ、ローチケとか、そこのサイト、多分ね、そうね、舞台ってさ、すごい大変だと思う確かに。あんまり見ない人にとって、うん、大変だと思うんだけど、意外ともうサイト行ったらそこのサイトにもその購入する欄とかあって、あ、そう、気軽に行けたりするから、で俺も自分のと、例えば今日も終わったらじゃストーリーとかに URL 貼ったりとか、うん、チケットのとかそこで飛んだらいけるようにもするんで、なんかそういうとこ利用してね、買ってもらえたら。確かにね、一般的に考えると買うの難しかったりするよね。難しいです。僕もちょっと難しい側の人間なんで。うん、ただ、一般発売になるか。そっか、今一般発売か。僕だってコンサートのチケットとかも、買い方わかんないから応募しないですもん。俺も。ああ、そっか。わかる。だから、そこがある程度わかるのは多分ちょっと嬉しいのかなとは。うん。確かにね。そう、だから今みんな書いてくれて、E プラスさんとか、まあその、チケットピアさんとかいろんなサイトがまあやってくれたりするから、まあ、その舞台に応じてたけど、うん、そういうとこから買ってもらったら、基本的にはね、でも僕らの先行っていうのがあったりするから、B プレっていううちは、そっか、渡辺はね、確かにそうっすね、渡辺やってくれてますもんね。そうそう、渡辺は B プレとかもあるからね、うん、今後みんなの舞台見たいとかだと、やっぱりファンクラブに入って、多分それってそのアーティストさん好きな人とかもそうだと思う。ファンクラブ入って先行やった方がまあ取りやすかったりとかもするから、ああ、そっか、そういうのもあるんですもんね。そう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 、そういうふうに買ったら良いのかなと思います。いや、なんか、はい、皆さん、買ってください。この業界にいても、こんだけ、なんかチケットのこと一つで全然、だけでも知らないから、多分、うん、僕が知らなくて、それは知らない人も絶対いると思うんで。うん。そうだよね、確かに。
なんかその今その質問あって、確かに考えさず、こういう話を自分の口からしたことなかったから今。はい。もうなんかサイト行ってくださいみたいな、その SNS でっていうのが当たり前だったから、確かになんかそういうこと話したことなかったなと思って。いや、ありがとうございます。ちょっと次試してみます。自分で。ありがとうございます。あ、そうだよね。自分でチケット取る。やってみます。そしてじゃあ、お別れの挨拶しますか、そろそろ。そうですね。はい。どっちから、年功序列ってなるとリアル、誕生日的にどうなるの？若いのどっち？僕です。あ、え？そうなの？俺だよ。そうなの？あ、若いのか。若いのつながる。うん。まあ、その、事務所に入った、その、先輩後輩で言うと、まあ、俺は先輩になっちゃうのかな、まあ。ああ、そういうのもあるか。目キラキラさせて言うなよ、そんなこと。あらた。まあ、じゃあ僕から。あ、じゃあ、そらくんから。僕は、2年前に、その、事務所に入って、その、やっぱり、なんか、なんていうんですかね。その、やっぱり映像、テレビとかは、映画とかは、やっぱりなんか、うん、その、この業界に入る前から、やっぱり触れることが多かったものだったんですね。うん。でも、舞台っていうのは僕、本当にこの業界に入るまで見に行ったことなかったんですよ。あ、そっか。はい、だから本当に正直言うと、その 2.5 次元っていうのは、言葉は聞いたことがあっても、なんか、そういう、あれもミュージカルとかも、なんか名前を聞いて、ことはあっても、なんかあんまり知らないことが結構多くて、うん、それでこの事務所に入って、その忘れもしないんですけど、一番最初に見に行ったコクーンとか、あ、やっぱりなんか舞台には舞台の良さがあって、その映像って一回見てもまたそうやって DVD になってたり、その再放送だったり二回見れるじゃないですか。なるほど。舞台ってその時のその瞬間しか見れないんですよね。だから、うん、僕はその感動を今でも覚えてて、だから舞台を見たことない人は一回は絶対見てほしいなって思います。なるほどね。でそれでやっぱり僕のその本当に自分でいて自分で言うのもなんなんですけど、この大好きな事務所のその先輩方がたくさん出てるのが、あの今回真山さんの出演してる舞台でもあって、だから、うん、絶対最初の舞台、あ、まだ見たことないよって人も最初の舞台として絶対あの、うん、その今回の舞台を見に行って絶対損はないと思うんですよ 100%、うん、で断言僕がするんで、まだ見ていない方は、あの舞台見たことない人は見てほしいです。とりあえず一回でも。お、うん、すいません、ちょっと熱くなりすぎました。でも本当にそれ、いや、めちゃくちゃありがたい。いやいや、すごい熱いメッセージが。すみません、ちょっと、ちょっと結構。何してるね、そらく。舞台ってそれぐらい動かされるものだと思うんで。うん、生ものだし。確かに。ぜひ、見てみてくれ。そらくがめちゃくちゃ喋ってる時に、はい。ビーム出してたけど、つなぐんだ。はい。あ、また寝てました、もしかして。いや、寝てないんだけど、はい。なんかビーム出してた。いや、バレましたか。すいません、ほんとに。ちょっとじゃあ僕がビーム出した瞬間に、なんでビーム出したかって、うん、はい、真山さんの口角がちょっとニヤってしてたなって思いました。もう語りすぎて何も見えてなかったです、僕。いいこと言う。いや、でも本当になんかすごく、あ、なんか自分も舞台頑張ろうって思えたし、なんか多分見てる人にも舞台すごい興味持ってもらえるなんかコメントだったから、いや、なんか感動しました。本当に全然違うんですよね。もう僕、うん、結構それが一番その芸能界に入って衝撃的だったランキング、もうほんとトップレベルで、うん、舞台ってあ、え、こんなんなのみたいな、なんで今までみんな見たことなかったんだろうってぐらい衝撃を受けたんですよ、うん、鳥肌立つぐらいだったんで、うん、ぜひ見てほしいです。ありがとうございます。すいません。そしてあのビームさんはどうですか、はい、どんどん僕の名前変わるじゃないですか。どうですか。はい、今日はね、まずは真山さん、ありがとうございました。なんか、地味に真山さんとここまでちゃんと話すのもまああったけど、今日で割と僕深まったなって思ってます。どうですか。確かにね。なんかここまでなんだろう、ちょっとふざけるみたいなのはしたことないし、うん、先輩なんで躊躇した部分があったんで、
まあ今日は空がいたからですけど、うん、やっぱり今日で深まれたのはすごい良かったなと思いますね。で、まあ、舞台の厚さはまあ空が片、まあ、ふざけ、空、うん、ごめん、空、空。ごめん、ごめん、ちょっとさすがに気になっちゃうかもしんない。え、うん、何かな、俺今熱く語ってるわけじゃないから視野広がってるからさ。あ、そっか。すごい見えちゃうんだわ。あ、うん。それとかある。ごめん。じゃあ全然、ごめん。じゃあ話していい？いいよ。で、まあまあ空がね、熱いことは語ってくれたんですけど、本当にそうですね。舞台って生もので、テレビ、映画とかは全然違くて、生で見る芝居ってやっぱ受け取るものが全然違うし、で、こっち演者側的にも、伝えれるものがあるから何かしら、うん、で僕もそれは舞台、まあ、まだ全然経験浅いですけど、まあ、6月にタンブリングがあってそれも楽しみでね。で前山さんもあるんで、そこは皆さんさっきもチケットの買い方もね言ってないか、まあ、URL から飛べば必ず買えるんで。そうだね、ぜひそうです、本当それだけなんで、ぜひそれは見に来てください。簡単なんでね、ぜひぜひ。はい、前山さん今日はありがとうございました。いやいや、こちらこそ。これからもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。たくさんの助言ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。明日から活用します。あ、そう、ヘルパーがいい、あるのいいな。いいの、いいだろう。面白いな。いやでも今日本当に2人と喋れて、なんだろうな、なんか多分二人のファンの人もそうだし、なんかまあ今一般的に舞台って本当に見づらいものになっちゃってるから、なんかこういう SNS とかインスタライブとか、こういうことでの発信が、なんかちょっとでも、こう舞台に興味持ってもらえるきっかけになったりしたら、よかったなと思って、きっとこの、今日、その綱くん、空くんとコラボしたってことは、もうそういう意味合いがすごく強いから、なんか二人のその舞台に対する考えとか、だったりとか、あとはもう普通に2人が単純にこうインスタライブというものを通してさ、こう仲いいのとかが、なんだろう、やっぱエンターテインメントなんだよね。今日今 SNS こうで楽しく喋ってるのも、舞台で演技するのも、じゃあ歌歌うのも、映像で芝居するのも、全部なんかつながってて、やっぱりこれ全てはお客様楽しませたいっていう思いがさ、やっぱさせてるものだと思うから、なんかそれがね、今日のこの配信通して皆さんにちょっとでも伝わってたら嬉しいなと思うんで、これからもね、パク君、そしてクソ君、そしてウィキヤマのことを、末永くよろしくお願いします。誰ですか。いや、さっきいなかった、パク君とクソ君っていなかった。いや、僕は妻なんですよね。僕は困ったんですよね。そうです。はい。今日、あの、名前だけでも今日、あの、覚えて帰ってもらえると嬉しいです。はい、了解です。ツナです。改めて、ツナ、はい、ケイトって言います。え、あ、ツナケイトです。クソケイト。ダメだ。ダメか。ダメですね、ちょっとだから、まあ、今後ちょっと長い時間かけて名前を覚えていきたいと思うんで、2人のことは。いや、もう頑張ります、それはもう。はい、なんかそういうふうに頑張りたいなと思った1時間の配信でした。嘘、最後。マジ楽しかった、ありがとう。いや、本当に楽しかったです。本当に楽しかったです。ありがとう。ごめんね、夜中に。ありがとうね。皆さんもありがとうございました。またよかったらインスタコラボさせてください。やろう、マジで。またお願いします。終わった後お願いします。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。前山さん頑張ってください、舞台。ありがとう。タンブリング頑張って、ソラ君も頑張ってね。ありがとうございます。じゃあまた、終了しちゃうね。ありがとう。はい、ありがとうございました。バイバーイ。